よろしくお願いいたします。はい、聞こえます。ありがとうございます。はい、よろしくお願いいたします。早速ですが、はい、自己紹介を簡単にしていただいても、よろしいでしょうか。はい、ラグナベルアトリエでウェディングプランナーを出しております、矢田博美と申します。ちょっとオンラインは慣れていないのですが、はい、ご覧いただける皆様に楽しんで、いただけるよう、またラグナベルアトリエに来ているかのように楽しんでいただけるよう、精一杯努めますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい。はい、ヤット様、今 どちらに立ってらっしゃるんですか。はい、こちらは早速この後、チャペルにご案内させていただこうと思っておりまして、はい、8階のゴールガーデンチャペルの前のところに販売しております。ガーデンチャペルの前ですね、早速。はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ早速もうご案内させていただいてもよろしいでしょうか。はい、大丈夫です。よろしくお願いします。はい、お願いいたします。はい、ラグナベルアトリエのチャペルは室内でありながらも視線を感じていただけるチャペルとなっておりまして、はい、エレベーターを降りていただいて、はい、ずっと進んでいただく道があるんですけれども、はい、すでにこう木目調の、はい、そうなんです。うん、下の部分ちょっと映って、あ、すごい。石畳、かわいらしいですね。へえ。そうなんです。室内空間をまるで外にいるかのように見せるために、はい、うん、確かに。室内一枚に手張りした石畳は、ちょっと温かみを感じていただけるというように、うんうんうん、ちょっとこうカジュアルになりすぎないように、はい、作りさせていただいております。へえ、すごい。一枚一枚手で貼られたんですね。そうなんです。すごい、こだわりを感じます。はい。はい、こちらがこう左手側のチャペルの扉があるんですけれども、はい、ちょっとここのあたりもすごくフォトスポットとして人気で、当日の前撮り写真などもここで、はい、今ちょっと夜のお時間なのですが、実際と昼のお時間などはこちらにこう腰をかけて、撮るお写真、ちょっとご覧いただきます。あ、かわいい。あ、すごい。本当ですね。自然光がすごい入りますね。そうなんです。へぇ、はい。あとは、このようなお写真などもすごく素敵で、はい、素敵絵になりますね。はい、そうなんです。ちょっと前撮りではすごく人気のスポットとなっております。はい、確かに。なんか、ナチュラルさ、はい、カジュアルさと、ちょっと高級感が両方ありますね。はい、そうですね。はい。では早速チャペルご覧いただきますが、はい、本日は人気のナイトチャペルの雰囲気をちょっとご覧いただきます。はい、あ、楽しみです。はい、では、はい、どうぞ。あ、素敵。はい、ちょっとこの時間の、キャンドルの光が入ってすごく素敵ですよね。そうですね。わー、素敵。あ、なんかすごい緑が多いですね。そうなんです。白とグリーンと茶色のコントラストが、はい、今ご覧いただいている画面の上部のところにはお昼間のお写真がこう出ているのかなと思うんですけれども、はい、はい、はい、お昼間お昼間でこう外の光がこうたっぷり入って、また別の顔があるチャペルですね。うん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 、そうですね、全然、はい、私も横にお昼間の写真があるので、はい、結構雰囲気違いますね、夜だと。そうですよね、うんうん、人数自体は120名まで入っていただくことができます。はい、本物の木で作られたチャペル内には緑があふれて、都会でありながらも自然のぬくもりを感じていただける、そんなチャペルとなっております。確かに、なんか木の素材とかもこだわられてそうですね。はい、そうですね。うん、でゲストの皆様が着席された時に、はい、建物が見えず、はい、空が見えるような設計となっておりまして、うんうん、なるほど。カメラマンに実際に座ってもらったんですけど、はい、このような感じですね、はい、ゲストの方々の姿勢が。同じ目線ですね。はい、すごい。あと、こう空をご覧できるような、そんな設計となって、あ、天井もすごい珍しい、ね、アーチ状になってますね。うん、天井にもグリーンがついております。あ、こちらそのままご使用いただけます。へ、ね、すごい。はい、そしてちょっとこう左手側ご覧いただくと、うんうん、はい、こちらのグリーンウォールですね。これ珍しいですね。そうですよね、グリーンウォール、
はい、こちらお式の前の時間にこちらの前でお二人で手をつないでお写真でしたり、 あとブライズメイドさんとのお写真のりもすごく人気で、ちょっと実際のお写真をこんな感じですね、はい、すごく絵になりますよ ね、 あ、だいぶ絵になりますね、これもあ、すごいすごい可愛いですよね、メイルの中こちらを SNS でちょっとご紹介させていただいたのですが、すごく人気のスポットとなって、そうですよね、かなりこれは映えますね、はい、ね、いいですよね、うん、でこちらのホテルでは、はい、5つの挙式スタイルをご提案させていただいて、5つの挙式スタイル、はい、お好みに合わせても選んでいただいているんですけれども、本日はギターとサックスの奏者さんにご協力いただいております、ありがとうございます、すごいすごい、演奏しながら手を振ってくださって、すごい、アトリエで一番人気の人気のこう様相の人前式はこのような楽器編成で、まあ、軽快かつ上質で美しいジャズミュージックを奏で挙式空間を彩っております、おしゃれですね、ジャズミュージック流れる挙式ってあまりないです、そうですよね、あまりないですよね、確かにすっごいおしゃれ、はい、なんかこう自然とあのご新郎ご新婦様絶対に緊張されると思うんですけれども、うんうん、そうですね、お互いに顔を合わせて笑みがこぼれるような、はい、そんなこう和やかな挙式をテーマに出しております、でも会場のおしゃれな雰囲気にジャズが合いますね、そうですよね、すごく合います、こちらのサイドのスペースですね、はい、こちらサイドのスペースもすごく広いので、本当だ広い、ベビーカーの方々もスムーズにご移動いただけます、はい、そうです、すごい、でも全体的に広いですね、そうですね、ちなみにまあ椅子などもこちらあの動かすこともできるので、お客様に合わせてご案内させていただくことが、あ、なるほど、じゃあ少人数のお客様などにもちょうどいいようなセッティングをしていただける、そうですね、少人数のお客様にはもう逆にこうあの場所いっぱいいっぱい使っていただいて皆さんおかけいただいて、はい、ご覧いただけます、はい、そうですね、こちら今ちょっと祭壇の上にカメラマンに立っていただいて、実際にこうお二人が祭壇に登ってこう皆さんを見た景色なんですけれども、ちょっと見えづらいかもしれないんですが、お席が実はハの字型になっているんですよね、なるほど、このように、はい、はい、でこうどの席におかけいただいてもお二人のことをしっかりとご覧いただける、そんな作りとなっております、はい、そうですね、後ろの席の方からも綺麗に見れるようになってる、ね、そうですね、ご覧いただきます、すごい、あとはちょっとはい、カメラマンにくるりと、ちょっと夜なので見づらいかもしれないんですけれども、はい、祭壇の向こうにはこちら、はいはい、夫婦の木と呼ばれるオリーブがございます、あ、オリーブの木なんですね、はい、こんなちょっと写真でご覧いただくとこんな感じです、すごい、あ、でもこれもなんかですね、素敵、はい、すごくこんな感じで、あ、はい、本当だ、え、すごい、なんか都会、渋谷とは思えないそうですよね、はい、ラグナベール、うんうん、そうなんですよね、この、まあ、シンボルツリーとなって、まあ、そのオリーブの木に見守っていただく中、はい、お二人にはお式を行っていただいているような感じになります、うん、なるほど、へえ、そんな意味があったんですね、はい、お式場は、はい、以上なんですけれども、いかがですか、はい、いや、かなりなんか珍しいですよね、いろいろこだわりを感じますね、そうですね、いろんなポイントにちょっとこだわりが詰め込まれているのですが、実はまだこだわりがございまして、はい、ご退場するお二人このバージンロードを通っていただくと、はい、このような感じで出ていただいたところに見たのがあるんです、ね、はい、ああすごい、なんか文字が書いてありますね、はい、こちらこう実際お二人がこう出ていただいたときにゲストの方々からすると、はい、大体こうお背中が見えるだけなんですけれども、うんうんうん、お二人の表情を最後の最後までご覧いただけます、うんうん、でさらに、お二人はお二人でこう、うん、お祝いしてくれてるお背中まで、お最後までお祝いしてくださるゲストの方々をこう最後の最後までご覧いただける、うん、そんなちょっとお楽しみがございます、すごい、そんなこだわりが、はい、まあ、ちょっと今日はい、また違った、見えますかね、ちょっと照明を、暗くなりました、そうなんです、あ、素敵、え、照明落としても
そうですね、キャンドルが映えますね。はい、私でもこっちの雰囲気の方が好きかも。あ、なんかそうですか。外の木も光ってますよね、うんうん、そうですね、オリーブの木、はい、すごいロマンチック、そうなんです。本当にこれいろんな表情を楽しんでいただける、うんうん、そうですね。なんかジャズミュージックやっぱ夜のとの相性いいですね、はい、なんかムーディーな感じとナイトウェディングがすごい合いますね。すごい、あ、キャンドル素敵とか幻想的とかいろいろコメントいただいてます。ありがとうございます、はい、いただきます。そう、ロマンチックですね、うん、じゃ続いて、7回ご案内させていただきます。はい、次はどちらに。はい、続いてが7回目のご披露目バージョン、ルーフトップテラスご案内させていただきます。ルーフトップテラス。はい、ちょっとエレベーターに乗っているので、はい、どうですかね、電波大丈夫ですか。あ、大丈夫ですね。つながってますね。はい、はい、よかったです。そっか、チャペルが8階で、1個下に降りられたわけですね。そうですね、下にこちらでルートプテラスをご覧させていただくのですが、まずこのエレベーターを降りていただくと、ここからワンフロア貸し切りとなっておりまして、はい、こちらの空間から本当にお二人のお好きなものなどを飾っていただけます。ここからお写真を撮ったりとかして、はい、下にちょっとお写真があるので、うんうん、あ、かわいい、かわいいですよね。写真飾るのいいですね、はい、お写真飾ると本当待ち時間に皆さんご覧いただけるので、すごい楽しんでいただけると思います。はい、そして、ルフト降りていただいて、はい、これからご案内させていただくのですが、そこまでに、はい、出演ルームと、うんうん、あとお化粧室がございます。はい、女性用化粧室、私が密かに気に入っているスペースわー、こんな感じで写真がいっぱい。そうなんです、こちらもちょっと、ここにももしかしてお二人のお写真飾れるんですか。はい、こちらはですね、もうすでにこの飾ってあるそのままお使いいただけるような形となっております。はい、うんうん、はい、で結構そのこの披露宴会場に行くまでに喫煙ルームと、はい、あと化粧室があるっていうのが、こう、はい、会場についてたら、あれ、はい、喫煙所どこだっけ、化粧室どこだっけっていう風に、うんうん、迷いになることなく、はい、ご案内させていただくことができます。確かに迷わずに行っていただけそうですね。はい、うん、わ、なんか可愛いですね、待ち合い室も、はい、そうですね、こちらもなんかまるでね、披露宴会場のような。そうですね、あれ、披露宴会場かなと思いました、はい、ね、そうですよね、実はこちらはまだ披露宴会場の手前のホワイエと呼ばれる、うん、ホワイエですね、はい、はい、いや、今飾っているものなどもすべてそのままお使いいただけます。はい、じゃあ特にいろいろと、はい、持ってこなくてもそのままで飾らずにおしゃれな状態で使えるってことですね。はい、そうですね。ご準備忙しいかと思うんですけど、うんうん、そうですよね。いろいろと用意しなくてもそのままお使いいただけます。何もしなくてもおしゃれっていうのは本当にありがたいですよね。ぜひ、ご新郎様、ご新婦様にも実際そのようなお声多いですね。うんうんうん、そうですよね、はい、やっぱりお仕事をお二人ともされてらっしゃる方々とかもね、多いと思います。そうですね、あれ、もう帰られたんですか、披露宴会場。そうなんです、すごい、こちらからがご披露宴会場でございます、はい、ねー、はい、こちらがルーフトップテラスで、ナチュラルウッドを基調にした、まあ、会場となっております。こちらもこうグリーンがたくさんで、窓もこうございますので、はい、お昼間でこう光をこう入れ、すごく開放感たっぷりな会場となっております。はい、うんうんうん、すごい、でもなんかおしゃれなお家みたいな感じで、ね、そうなんですね。まさにお家に、うん、皆様をご招待するような、そんなパーティー会場となっております。はい、はい、こちらにはオープンキッチンがありまして、まあ、当日あそこからお料理が出てくるんですけれども、はい、作り手の顔が見えるっていうのは結構親御様世代にも大人気で大変喜ばれております。うん、そうですね、はい、あとはそうですね、はい、本当にここもすごく細かなこだわりなんですけれども、うんうんうん、テーブル、こちら、テーブルクロスをご用意しなくてもお使いいただける、ちょっと特注のテーブルクロスないんですね。そうなんです、テーブルクロス自体、はい、テーブルクロス自体ご用意させていただいているんですけれども、はい、このように用意しなくても、うんうん、はい、
そのままお使いいただけます。なるほど。それはどんなこだわりでテーブルクロス外されていらっしゃるんですか？はい、やはり最近ランチョンマットご使用のご希望なども多いので、あとはそうですね、こうワインなどこぼしてしまっても、しっかり拭き取れる形になっております。あとは実はこのテーブルの高さですね、車椅子の方々もそのままこうおかけいただくことができる高さになっておりますので。なるほど。そうなんです。すごくここも、喜ばれております。あとはそうですね、コーディネートとしてはこんな感じで、ソープレートがこちら、このように透明になっておりますので、後ろにメッセージとか、そうですね、ランチョンマットの名前や、すごいおしゃれ、こんな感じで、最近ですとここにこうメッセージを入れられて、ナフキンで隠れているんですけど、実際お席ついてナフキン取るとメッセージが出てくるみたいなのもすごく素敵です。ですね、はい、すごい。でもすごいなんかいいですね。よりカジュアルな感じというか飾らないような雰囲気が出ますね。そうですね。まあ、なんですけど、ちょっとこうリラックスいただける、そんな、会場としてご案内させていただいております。ちなみに椅子も座っていただくと、ここにスペースが、ちょっとカメラさん映していただけますかね。ここにスペースがございまして、本当だ、お茶碗などをここに置いていただくことができるんです。なるほど、すごいですね。珍しい。そんな椅子初めて見ました。いや、すごく本当に細かい部分なんですけれども、そういった細かい部分をすべてこうゲスト目線でお作りさせていただいておりますので、最終的にはこうお招きされるご新郎様、ご新婦様が喜んでいただける部分なのかなと思います。なるほど、分かりました。そして、こちら こちらはですね、オープンキッチンとは別で、アトリエキッチンと呼ばれるお二人のキッチンを用意しております。ちょっとこんな感じで、お二人のキッチンです。なのでここでケーキのご入刀でしたり、お肉の入刀、あとはご新郎様ご新婦様でクレームブリュレを作る演出なども大人気となっております。すごいです。実際こんな感じで、すごい。ここもなんかこう演出をしながら写真スポットのように、これお肉乳糖ですね。すごい珍しいですね、お二人のキッチンってことですよね。そうなんです、そうなんです。すごい、まさに本当にお二人の家でもてなしてるような雰囲気になりますね。そうですね、そういったお二人でおもてなしをして、こう皆様にリラックスしていただける、そんな会場となっておりますが、なるほど。本日は、人気のスモア演出ですね、をちょっとご用意させていただきましたので、スモア演出、マシュマロをちょっとこうバーナーで炙っていただくものなんですけど、ちょっと実際やってみますね。お願いいたします。マシュマロ美味しそう。こんな感じで、ちょっと焦げ目がついてきたの見えますかね。本当だ、徐々に。こちらご新郎ご新婦様にも実際にしていただきまして、例えばこうサプライズでゲストの方を指名して、サンクスバイトというような形で、こうクラッカーでマシュマロとチョコレートをこうすくっていただいて、あーんってしていただくと、それはそれですごく素敵な、演出となっております。このような感じですね。これは新郎新婦様ができるんですか、このおもてなしみたいの。スタッフでさせていただいているんですけれども、じゃあお二人で新郎新婦様が炙っていただくことができます。すごい、いや珍しいですね、お二人だけのキッチンついてるとかあんま聞いたことないですね。そうですよね。なかなかちょっと珍しいのかなと思います。それはもう本当に邸宅、2人の邸宅っていうのをよりこうコンセプトとして持ってらっしゃるからなんですか？そうですね、本当にこう、お家にご招待するようなイメージで作りさせていただいておりますので、こういったこう演出もしていただけるようなちょっとキッチンをご用意させていただいております。コメントでもお二人のキッチン、素敵なコンセプトっていう、ありがとうございます。
ただいてます。本当になかなかないので、はい、あのサプライズでそういったあのゲストの方を巻き込む演出をここでしていただいてもすごく素敵だと思います。はいはい、ね、はい。ゆったさん、もう少し、はい、ゆっくりお話聞きたいですというコメントもあるので、はい、ゆっくりめに話していただいてもいいですか。すみません。大変失礼いたしました。いえいえ、私も緊張してしまって、あ、そうですよね、早かったですよね。ゆっくりめで私もお伝えできるようにします。かしこまりました。ちょっとここからはゆっくりめでお伝えいたしますので、よろしくお願いいたします。はい。では、続いてお隣にちょっとスタンバイしておりますのが、はい、サービスのキャプテン妹と言うんですけど、ちょっと今日はどうやらオリジナルカクテルを作ってくれるという噂を聞いております。噂を聞いてくださるんですか。あ、すごい。年末冬、はい、クリスマスということで、はい、スノーマスのコンセプトに作らせていただいたノンアルコールのカクテルってへー、おしゃれ。あ、なんか可愛らしい絵もついてます。可愛い。可愛い。これ何ですか。可愛い。これはスノーマン。スノーマンをイメージした感じで。え、あ、スノーマン。可愛い。スノードームの中に雪だるまがいるようなイメージで。可愛い。これ私も今初めて見たんですけど、すごい可愛いですね。可愛いですね。すごい、でもクリスマス。スノーマンを、うん、あ、チョコペンで書いていただいてるんですね。あとミルクを豊にノンアルコールのカクテルも作らせていただきました。はい、ありがとうございます。こういう感じで当日もお二人にオリジナルカクテル作っていただいて、はい、ゲストにおもてなしとかできるんですか。そうですね。それこそそのここ一帯をそういったこうあのバーカウンターみたいに、はい、オリジナルカクテルも含めたバーカウンターのような演出をここでしていただくこともできます。お酒好きな方とかはこうおつまみとかを用意してもすごく面白いですね。はい、あ、バーカウンターとして使えるのはいいです、本当に。じゃあいろんな種類のカクテルとかお酒並べてとかもできるか、はい、できます。できます、ね、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、これでもオープンキッチンもあって2人のキッチンもあって、そうなんです、贅沢。はい、それが本当にこのルーフトップテラスの魅力なのかなと思います。うん、うん、ね、しかもすっごい広々としてますよね。そうですね、写真だけだと分からなかったですけど、はい、今日動画見せていただいてすごい広いですね。はいはい、そうですね、こちらも人数120名まで入っていただくことができます。ね、すごい。はい、こちらの絵もいい感じ。はいはい、この後、最後にまとめてあのコロナウイルスの対応などをこうご案内させていただくのですが、今ちょっとこちら1テーブル、はい、アクリルパーテーションをご用意させていただいております。ちょっと透明なので見えづらいんですが、はい、実際ちょっと私座ってみると、はい、ここにあるんですよ。あ、パーティションありますね。はい、はい、このような感じで、あ、このような感じで対策されてらっしゃるんですね。はい、ゲストの方同士がアクリルパーテーション越しでもあのご覧いただいて、うんうんうん、お話しいただけるようにご用意させていただいております。やっぱね、この時期の結婚式だとあげたいけどちょっと不安感もあると思うので、こういうふうにしっかり対策していただいてると安心してあげてもいいかなっていうふうに思いますよね。そうですよね。まあ、もちろんその他にもたくさん、うんうん、あのご対応ご案内させていただいておりますので、うんうん、今日の結びにまたご案内させていただければと思います。はい、お願いいたします。はい、はい、そしてちょっとこちらちょっとカメラマンが映り込むような感じで全面実はミラーになっています。本当です。あ、ミラーなんですね。なんかすっごい奥行きがあるのかと思ったら、はい、ミラーなんですね。はい、実はこちらキャンバスミラーといって、キャンバスミラー、はい、はい、いろいろ描いていただくことができるんですよね。すごい。これ全部描けるんですか。全部描いていいですよ。すごい。こんなに、はい、いっぱい。あの当日お二人のお名前を書いたり、はい、あとはこう、うんうん、ゲストの方々に披露宴中に寄せ書きをしていただいたりなど、いろんな使い方をしていただく。すごい。あ、これですね。かわいい。はい、素敵です、ね。すごい盛り上がりそうですね。こんなに大きいミラーに落書きができるってテンション上がりますね。はい、そうですよね。はい、ちょっとこうお写真だと見えづらいかなと思いまして、うん、今日は。ペンをご用意して、はい、実際に書いていただけるんですね。はい、実際にそうですね、はい、すごい大きい。あ、敵ハッピーウェディング
入りましたね。入りました、うまく。はい、そのような感じで。かわいい、すごい。でも豪快、広いから豪快にいろいろかけていいですね。結構ちっちゃなお子様もこんな大きい、うん、あのかけるスペースなんてなかったので、うんうん、そうです、なかなかないですよね。そうなんです、すごく喜んで書いていただいております。確かに、でもいろんな方のメッセージも残るし、写真に残したりしてね、思い出に残りそうですね。はい、はい、で、うん、あとは最近だとこうウェルカムスペースにこうラブストーリーボード、はい、お二人の出会った日、付き合った日、プロポーズした日、入籍した日とこうボードとしてご用意される方がいらっしゃるんですけれども、うんうんうん、そういったのをここに前面に書くと、うんうん、ゲストの方々がこうそれを写真撮るんですけど、こうご自身も鏡なので写るので、はい、なんかこう、うんうん、フォトスポットとして、はい、そういった形で使っていただけるんですね。すごい、はい、何でもできちゃいますね、こんだけ大きなミラーがあれば。何でもできちゃいますね、うん。いやー、すごい雰囲気もなんか素敵ですね、はい、可愛らしいし、はい、うん、でこちらの、まあ、会場ですね、天井も実は装飾ができまして。あ、天井もできるんですね。はい、ちょっと写真をご覧いただこうと思うんですけれども、はい、こんな感じですね。あ、すごい、手リボンを上に。そうです、そうです。あ、すごい、雰囲気出ますね。リボンでしたりガーランドでしたりつけて、うん、でもベースがナチュラルなのでどんな装飾も似合いそうですね。そうですね。すごい、はい、華やか。で、当館では、まあ、なのでこうセミオーダーで作るコンセプトウェディングというのもすごく人気で、こう一から全てのコンセプトを作っていくことももちろんできるんですけれども、ある程度こうベースがあるとこうお得にできるっていうのもすごく魅力的となっております。なるほど。あ、セミオーダーで、はい、お願いをすることができるんですね。そうですね、はい、うん、なるほど、はい、確かにフルオーダーまでいかなくてもいいけど、ちょっと自分たちのオリジナルも加えたいなっていう方にはぴったりかもしれないですね。はい、ぴったりですね、はい、セミオーダー珍しい、はい、あとそうですね、先ほどホワイエから入ってご案内させていただいたんですけれども、うん、はい、このホワイエと会場内というのがこうガラス張りになっておりますので、うんうん、このホワイエのスペースにキッズスペースをご用意することも可能でございます。こんな感じですね。あ、いいですね。でもガラス張りだから安心して、はい、参加できますね。そうなんです、ね、そうなんです。お子様の姿がこう、はい、見えて安心なのと、うん、結構こうお子様についている間にこう披露宴いろいろ進行が結んでしまって、うんうん、ね、あまり見れなかったっていうお声も以前多かったんですけれども、はい、このアトリエの会場ですとそういったこともなく外から中も楽しんでいただける、うん、そんな会場の作りとなっております。すごい、いや、ナチュラルでアットホームで、はいはい、なんか、うん、なんか本当に自然、渋谷のど真ん中にあるイメージがあまりないですね。いい意味で。そうですね。うん、すごいリラックスして結婚式が挙げられそうな雰囲気ですね。はい、では、続いてはもう一つの会場ですね。はい、あ、もう一つの。はい、ベアハウスの会場にご案内させていただきたいと思います。はい、お願いいたします。はい、ベアハウス。またちょっとここからエレベーターちょっと乗りますね。はい。はい。はい、次は、アトリエウェアハウスですね。はい。アトリエウェアハウスでございます。でも、すごい近い。またちょっと違った雰囲気になるのですが。あ、もう降りたホワイエからちょっと雰囲気が違いますね。そうですね。はい。うん、こちらも、あの、先ほどの、ルーフトップテラスと同じように、ここから飾っていただけたり、はい、あと、キッチンクラブ、化粧室も同じような形で、うん、あ、同じ流れでついてらっしゃるんですね。はい、はい、まあ、こちらも、こういう、まあ、またちょっと違った装飾が、あ、本当だ、なんか、すごい、ガラス張り、あ、おし、なんか、少し大人っぽいですね、先ほどより。そうですね、はい。うんうん、え、これはどうなってるんですか？なんか、すごい、はい、こちら、真ん中にも飾っていただけると、はい、結構多いのが、ここに、はい、のフォトガーラントでしたり、あ、フォトガーラントですね、はい、うんうん、あとはこうエスコートカードなどここにこうつけて、
ね、はい、お式が結んだゲストの方々からここをちょっとぐるり回っていかれて、こうご披露宴会場にご案内させていただいたりしております。うん、ここにいろいろ飾れるスペースってことですね。そうですね。すごい。では会場早速、はいはい、ご覧いただきます。こちらがウェアハウスでございます。ウェアハウス違った雰囲気となっております。雰囲気が違いますね。はい、こちらは大人の遊び場がコンセプトとなっておりまして、はい、こちらもこうルーフトップテラスと同様天井装飾などももちろん可能となっております。ライトも珍しいですね。あ、そうですね、結構特徴ありますよね。すごい素敵。はい、なんかこう落ち着いた大人の空間に最新設備を備えて、おもてなしも、あと遊び心も叶う、そういったのが魅力となっております。はい、安心設備も揃ってるんですね。そうですね、ちょっとこう一見トレンド感がちょっと強い感じではあるんですけれども、うんうんね、おしゃれなカフェみたいな感じですね。ですがこう実際ご来館された特にこう親御様が、はい、なんか私たちの時代にもこんな会場あったらっていうふうに言う言葉をいただくぐらい、はい、結構こう世代関係なく、はい、人気がございますね。あ、そうなんですね。はい、なんか、すごい飾り付けもたくさんできそうですね。そうですね、カフェとか、はい、ちなみに、まあ、メインテーブルの、の後ろのところの飾りなどもそのまま、はい、あ、使用いただけます。使えるんですね。はい、これはどんなコンセプト、あ、そっか、遊び場、大人の遊び場にあったような、ね、大人のちょっと、はい、はい、小物が置いてあるんですね。はい、うん、であとはそうですね、メインテーブルこんな風にこう、あのカーテンを、はい、装飾をこうカーテンで閉めてこうお使いいただくこともできますので、こんな感じでいろんな、はい、いろんな雰囲気を楽しんでいただけます。うんうん、そしてこちらの会場にはエキストラワイドスクリーンといって大きなスクリーンがあるのですが、今ちょっと下ろしていただいているんですが、ご覧いただけますか。あ、すごい降りてきてますね。はい、こちらで迫力ある大画面でプロフィール映像でしたり、はい、エンドロールをご覧いただくことができます。広、はい、スクリーンすっごい大きいですね。すごいですよね。本当映画館みたいな雰囲気ですね。確かにすごい。なんかもうキッチン全部隠れちゃうぐらいですね。はい、そうですね。であとはこうお好きな曲でご入場されるかと思うんですけれども、はい、うんうんうん、こうアップテンポな曲などでしたら、その BGM に合わせてムービングライト。はいムービングライト、すごいイケイケな感じに、はい、あ、すごい雰囲気出ますね。こんな感じで、はい、できるので、こう確かに本当にこう空間演出を楽しんでいただけるような、すごいドラマチックになりそうですね。はい、あ、すごい、これな、映像とムービングライトと掛け合わせたらすごいなんか、いや、映画みたいになりそう。迫力あります、ね。ですよね。迫力がすごいありそう。はい、迫力はすごいです。はい。すごい。最新設備、本当整ってますね。こちらがフルオープンキッチンとなっているような感じなんですけれども、はい。はい。まあ、あの、先ほどのルーフトップテラスもそうなんですけれども、やはりこう、はい、オープンキッチンとなると、本当に出来たてのお料理がもうここからゲストのお席に運ばれるので、すごく熱々で楽しんでいただけますね。はいはい、あ、いいですね、目の前で。はい、うん、あ、ではなんかご質問、はい、ちょっとご質問いただいていて、はい、ただ入場の扉はないと思うんですけれども、はい、カーテンか何かでこう隠してご入場いただくんですけど、入場ってどういう風にされるんですか。でしたらちょっと今、はい、ご覧いただくのですが、カーテンを閉めて、はい、いただくことができます。ちょっとこのような見えますかね。あー、なるほど、はい、なので扉ではなく、カーテン、お二人にはもう真ん中に立っていただいた状態でカーテンがバッと開くような感じでございます。はい、それまた新しいですね、扉では。そうなんです。なのでそのカーテンでバッて登場される方もいらっしゃれば、あえてこうガラス越しで見えるような形でこうお二人がもう歩いてくる、はい、歩いてきて歩く姿も見せるのもすごく素敵です。へ、なんか
でもその方がリラックスして入場できますよね。そうですね。リラックスしたい、そういう結婚式望まれてる方とかだと、そういう入場の仕方も良さそうですね。そうですね。なので、うん、そういった形で入場の仕方もお客様のご希望に合わせてご案内させていただくことができます。はいはい、なるほど、はい。はい。ありがとうございます。ここでちょっと突然なのですが。はい。こんな金がございましたので、はい、行きたいと思います。はい、金、はい、はい、お願いします。オーダー、今日のインスタライブに合わせたシェフのおすすめ料理。ということで、なんか懐かしい。ちょっとこう懐かしさを感じていただきながら、はい、シェフにご登場いただきました。シェフ、こんにちは。こんばんは。ぜひ、食べていただきたいものがあるんですけども、はい、召し上がっていただけますでしょうか。あ、はい、なんかシェフが用意してくれているみたいなので、ちょっとじゃあお願いします。はい、はい、どんなのが出てくるんでしょう。当館はヌーベルチュイジールジャポネと言いまして、はい、フレンチ料理をベースに和の食材を用いて皆様ゲストに食べられた味わいを感じていただくお料理を、はい、マグロを仕上げで炙っています。はい、すごい。目の前でマグロが、マグロ和のテイストを入れてらっしゃると、確かにどの世代の方にも美味しくいただけそうですね。そうですね。うん、ここ結婚式となると本当にいろんな世代の方々がお越しいただけるので、なのでそういったところをこう一番大切にいたしております。やはり本当お料理っていうのがね、お二人のおもてなしの要かと思いますので、うん、そうですね、すごいすごいですね。オープンキッチンで今、まさに、はい、まさにお料理されていらっしゃいますね。当日もこんな感じでシェフだったりとかお料理の、そうですね、まさに見える形で、はい、当日もこのような形でもう作り手、そして作っている姿がもう目の前でご覧いただけるので、うんうん、ライブ感があってすごく素敵です。もうそれだけで演出になりますね。ぜひ召し上がっていただきたいなと。ありがとうございます。あ、すごい出来上がったマグロ。あ、おしゃれ。先ほどご説明させていただく通り、和の日本のお寿司をモチーフにした、はい、お寿司、日本食とフレンチの融合した一皿となっております。お寿司の、じゃあムースが玄米のムース、はい、そしてガリのムースと、マグロと甘い、なるほど、あ、それでお寿司をイメージしてらっしゃるんですね。お寿司を感じていただけると思います。なんておしゃれなお寿司ということで、はい、すみません、はい、皆様を代表して私やぶたがちょっと一口いただきたいと思います。ぜひぜひいただきます。いやー、羨ましい。実は私これまだちょっとすみません食べたことがなくて、玄米のスープと、あ、初めてです。あと、これがガリ、こちらが、はい、はい、これがガリのメスですね。へ、おしゃれ。合わせるとお寿司、はい、ほんまやっていうくらいお寿司のほんまでした、はい、本当に、はい、本当にお寿司の味で、すいません、私地元が関西なので、あ、そうなんですね、ほんまやっていうのが出ちゃったぐらい、はい、本当にお寿司の味でございました。すいません、みんなもちょっと今失笑させてしまったんですけどいや本当に本当にお寿司を食べた後みたいな、口の中がすごいですね。すごいですね。これはお寿司じゃないけど合わせるとお寿司の、はい、味わいが味わえるってことですね。そうですね。ありがとうございます。新しい、すごい創作料理ですね。はい、いや、もう本当ありがとうございました。じゃあちょっともっと私がうまいコメントができたらいいんですけど、食レポ苦手でして、なので、あの続きは皆さんブライダルフェアで実際に召し上がっていただきますので、ご用意して待ってますので、お願いいたします。そうですね。皆さんぜひこのお寿司風のものだったりとか、はい、創作料理をぜひ試食会で楽しんでみてください。はいはい、やっぱり、ね、はい、お料理はね、実際に食べてみないとね、わからない部分もありますからね。そうですね、わからないと思いますので、はい、ぜひお願いいたします。はい、はい、そ
そしてちょっと会場も一度こう全体感をご覧いただきますね。はい、うんうん、はい、素敵。こちらも人数ははい、同じですね。同じですかね。はい、うん、同じでございます。で、こちら、うんうん、クロスをご用意してもすごく素敵なんですよね。確かに。お写真ご用意してるので。はい。はい、こんな感じで。やっぱ雰囲気クロスで結構変わりますね。はい、はい、変わりますね。あとは、ちょっとこう海外をイメージして、こうトレンド感を合わせた流しテーブルもすごく素敵で、はい、こんな感じで。うんうん、あ、素敵。はい、流しテーブルと円卓をこうミックスしてもいいですね。すごくいいですし。流しだとこんな感じで。はい、あのランナーを用意するとよりおしゃれ感が増すのかなと思います。確かに。やっぱこのライトとグリーンとがおしゃれ感を出してますね。はい、そうですね。流してもすごいおしゃれ。そうなんです。なので本当にこうシンプルなあのコーディネートお二人の中でしていただいてもすごくこう形になる、うんうん、そんな会場でございます。本当にいろんな雰囲気をお二人で作っていただけるのかなと思います。そうですね。はい。あ、でも温かみもすごく感じる会場ですね。そうですね。うん。まあいろんな雰囲気というと、先日デザートビュッフェをご案内させていただいて、はい、まあここを使ってデザートビュッフェを行うんですけれども、うんうん、あ、そうですね。うんうん。はい。まあそもそもこのコロナ禍でデザートビュッフェやっていいのかなっていう、はい、そうですよね。結構お客様からご相談を受けるのですが、うんうん、はい、ラグナベルアトリエではこうスタッフが取り分ける形でご案内させていただいております。はい、スタッフがちょっと取り分けるっていうのを逆手に取り、先日すごい面白いこうデザートビュッフェをご用意いたしました。はい、縁日ビュッフェですね。すごい、かわいい。かわいいですよね。縁日のような形で。これは盛り上がりますね。すごい。面白いですよね。で、そこでご用意させていただいたこうデザートが、こうアメリカンドッグのように見えて、実はアメリカンドッグではなく、ドーナツ。はい、ドーナツなんです。ドーナツなんですね。あと、たこ焼きと見せかけたシュークリームでしたり、あとは、お好み焼き、うん。はい。一見、お好み焼きに見せかけた、こちらですね、うん、もう。すごい。これ実はレアチーズケーキですね。レアチーズケーキですね。これすごい盛り上がりそうですね。そうですよね。うんうん、はい。あ、このリンゴ飴は、リンゴ飴です。はい、これはリンゴ飴です、ね、はい、実はこれすごくもう真夏のような雰囲気なんですけれども、はいはい、先日11月の頭に私が担当させていただいたお客様のご披露宴で行わさせていただきました、はい、今年の夏、皆さんこう夏祭りとか夏のイベント全然楽しめずだったと思うんですけれども、ゲストの方々、せっかくお越しいただいたゲストの方々に夏のひとときをプレゼントしようっていうのがご提案になりまして、はい、はい、ああ、なるほど。いや、これはすごい盛り上がりそうだし、なんか写真映えもしそうですね、すごく。はい、盛り上がりました。まあ、このようにこういろんなテーマでしたり、はい、うんうん、お二人のご希望に合わせてテーマビュッフェっていうのはすごく人気がございます。確かに、テーマビュッフェいい。はい、うんうん、なので、このコロナ禍であってもいろいろご提案はご用意いたしておりますので、はい、ぜひご覧いただければと思います。うん、そうですね。お二人のご希望に合わせていろいろご提案いただけそうなので、皆さん実際に相談会に行ってこういうのやってみたいなっていうのとかもご相談してみてください。はい、うん、はい、お願いします。はい、では以上が会場の、はい、ご紹介でございましたので、はい、本日ちょっとご案内ができかねましたのは、ご会場お待ち合いでしたり、はい、うんうんうん、あとは、はい、お待ち合い時代はこのような、はい、あ、お待ち合いスペースも広々としてますね。うん、で、ここにそのお待ち合いのスペースやブログなどを用意させていただいておりますので、私の会議室なども、はい、お会にこういった形でご用意させていただいております。あ、すごい広いですね、新宿控え室も。うん、はい、全部コンセプトが統一されてて、どこもおしゃれですね。そうですね。うん、で、あとは美容室もございまして、はい、あ、美容室も、はい、会場専用の美容室となっておりまして、いいですね、はい、トレンドあるヘアメイク、女性の方にすごく喜ばれております、はい、うんうん、ゲストの方がご利用いただけるんですか。はい、ゲストの方にご利用いただいて、いいですね。あ、確かに結構美容室行ってから結婚式ってなるとバタバタしちゃうので、併設、ね、されてるとすっごい助かりますね。はい、はい、ということで、こ
ちら、はい、最後ですね、ここが9階の打ち合わせサロンとなっておりますが、はい、打ち合わせサロンもこのようにちょっとカフェ、ナチュラルで可愛らしい、うんうん、はい、このようなカフェ空間で、終始癒されそうですね、はい、そうですよね、うん、はい、はい、あ、ちょっとお時間も近づいてきたので、はい、そうですよね、はい、次のコロナ対策について、そうですね、はい、はい、詳しくご説明いただけたらなと思います。はい、ではちょっとご案内させていただきますね。はい、はい、お願いいたします。はい、こちら映っています、ね。はい、映ってます。はい、スクリーンニュースタンダード。はい。はい、入り口にゲストの方々にはサーモセンサーでの検温をご協力いただいております、うんうんうん、はい、サーモセンサーなのでスムーズにご案内させていただいておりますのでご安心いただければと思います、はい、また、エアコンフィルターには抗菌・殺菌の、フィルターを搭載し、室内の換気も行っております、はい、はい、なのでたくさんの方々来られることがちょっと懸念というふうにご相談を受けるんですけれども、うん、そういった部分でもご安心いただけております。はい、はい、すごいしっかり対策されてますね。そうですね、うん、テーブル、先ほどご覧いただきました、うんうん、アクリルパテーションや、はい、受付にもアクリルパテーション、あと今こちらの打ち合わせサロンにもこのようにアクリルパテーションを用意しておりますので、はい、そうですね、ゲストテーブルでしたり、まあ、そのあたりは、先生プランナーとご一緒に会場内のソーシャルディスタンスコーディネートをご提案させていただいております。はい、はい、またご遠方のゲストの方にはアプリで結婚式の模様をライブ配信することが可能です、うんうん、おー、すごい、アプリで配信できるんですね。また今ですね、ライブ配信にご参加いただいているゲスト様に、はい、同じ時間、同じ料理を楽しんでいただく、まさにこう、うん、エディングの本質を大切にしたこと、うんうんうん、お料理のお届けですね、そちらをご案内というのを準備中となっておりますので、はい、お越しいただいた際にご案内ができればなと思います。なんかすごい、かなりコロナ対策取り組まれてらっしゃるんですね。そうですね、はい、ご結婚式を、うんうん、安心してうんうん、お二人にとって本当に大切な方々をこうご招待するっていうところなので、そのあたりは私たちスタッフにお任せいただければと思います。うんうんうん、はい、いや、これだけ対策していただいてたら花嫁様も安心して、そうですね、結婚式あげられると思いますね。そうですね、なので、うん、お二人は準備に没頭していただければなと思いますので、うんうんうん、はい、はい、お願いいたします。お願いいたします。はい、でそろそろちょっと時間が、そうですよね、はい、だいぶ迫ってきてしまったので、ちょっと質問を、はい、何個かだけピックアップさせていただければなと思いますね、はい、こちらの結婚式場、どのような新郎新婦様に人気ですかっていうご質問いただいてますが、はい、どんなお客様が多いですか？そうですね、幅広く人気ですね、うん、はい、特にこう世代が何かっていう風になく、うんうん、本当に幅広い世代の方々から人気でございます。あとは、うんうん、そのどちらかというとこうおもてなしを重視にされている方にすごく人気でして、うんうん、っていうのもこうオープンキッチンでお料理を、うんうん、本当にこう温かいうちにこう召し上がっていただくでしたり、こう目でも楽しんでいただく、そういったところを、重視されている方々にすごく人気がございます。なるほど、はい、そうですね、あとはまあセミオーダーとかフルオーダーとか、割とそのお二人らしさも結婚式に取り入れたいっていうようなご新郎ご新婦様などにも響く会場な気がして。そうですね、うん、はい、一から本当にするとなるとすごくこう大変になってしまうと思うんですけれども、はい、逆にその分、うんうんうん、そのお料理などのおもてなしにこう力を注げるっていうところは、はい、すごくおすすめポイントです。そうですね、はい、おもてなしにこだわりたい新郎新婦様にぜひおすすめの、はいというところですね、はい、はい、ありがとうございます。すみません、ちょっとお時間が押してしまっているので、はいはいはい、ここでちょっと特典の発表の方もしていただいてもよろしいでしょうか。すみません、コメントすべて拾いきれず申し訳ないです。はい、はい、お願いいたします。はい、こちらが、インスタライブ限定特典となっております。はい、まず一つがウェディングドレス&タキシードのプレゼント、はい、そしてもう一つ、カメラマンのスナップ撮影プレゼント、
そして選べる5つの挙式の中からこう1つ選んでいただく、この挙式料金もプレゼントですね。挙式料金も、すごいですね。はい、支配人が頑張ってくれました。はい、ありがとうございます。はい、対象が全部特典受けられるんですか？はい、もうそうですね、3つとも、はい、プレゼント。3つともですか？あ、すごい。そうです、そうです、そうです。ドレスもスナップ撮影も、はい、挙式料も全部ですか？いや、そうなんです。ちょっと、はい。すごい、ありがとうございます。はい、で対象が2021年3月までに、フェアご来館のお客様ということで、来年の3月までにフェアご来館の方限定ですね。はい、ぜひあの、ご予約時にインスタライブ見ましたということで、おっしゃっていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、すごい豪華な特典ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ、あのこの後はですね、予約を使え、あ、特典を使える予約方法などこちらでご説明させていただきますので、はい、こちらで、はい、山田さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、ではでは、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。すごいビッグな特典で、私もびっくりしてます。3つ全部あの特典使えるみたいなので、ぜひ来年の3月までにブライダルフェアに、あのラグナベルアトリエさんのブライダルフェアにご参加いただければなと思います。で、この特別な特典をですね、適用していただくためにはですね、の方法を お伝えさせていただきます。ウェディングニュースの LINE をこのお友達登録をしていただければと思うんですけど、ここの、あの画面のところに載ってると思うんですけれども、こちらに登録していただいて、そこでおうちで式場見学っていう風にメッセージを送っていただくとですね、LINE コンシェルジュの方がそちらで返信をさせていただきますので、ご相談内容によってあのやり取りをさせていただきます。で、あとはですね、あとあのウェディングニュースからもご相談いただくと、ウェディングニュースからも Amazon ギフト券のプレゼントがありますので、あの先ほど会場側でご紹介していただいた特典と合わせてウェディングニュースからも Amazon ギフト券をあのプレゼントさせていただきますので、ぜひこの機会にですね、あのご来館していただければなと思います。でこちらの、LINE 友達登録をどこから、発見していただくかというと、ウェディングニュースエディター、こちらのインスタのアカウントのですね、トップページに LINE っていう風にこう大きく書いてあるハイライトのところに LINE と書いてあるハイライトがあるんですけれども、こちらをクリックしていただくて、友達の追加っていう風に押していただくとですね、ウェディングニュースの LINE に追加をしていただくことができますので、そちらからメッセージ登録していただいてメッセージをお送りいただければと思います。はい、あとはですね、あのこの本日の放送も IGTV だったりとか YouTube に動画として残すこともできますので、ちょっとあの最初の方見逃しちゃったとか、もう一回見たいなっていう方に関しては、そういったあの IGTV だったりとか YouTube もぜひご覧になっていただければなと思います。はい、この特別な特典が使える来年の3月までブライダルフェアに来館の方になりますし、ウェディングニュースからも Amazon ギフト券をあのプレゼントさせていただきますので、今回 の, あのおうちで式場見学見ていただいて気になっていただいた方は、ぜひ LINE 友達登録をして、そこからおうちで式場見学と送っていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。で本日お時間いただきましてありがとうございます。ではまた、明日のですね、12時からエクセレントコーストさんのおうちで式場見学がありますので、そちらもぜひあのご覧になっていただければなと思います。で本日はありがとうございました。